駅北口、ザ・シャード側の駅入り口改札高架下のコンコースプラットフォーム上から4番線の電車ロンドンブリッジ駅はナショナルレールとロンドン地下鉄の駅でありサザークロンドン特別区にある。駅はロンドン橋の南東すぐの位置にあり比較的広い敷地を持っている。世界で最も古い鉄道駅の一つでありロンドンで4番目に乗降客数の多いターミナル駅である。 ウォータールー駅と同様、テムズ川内内に位置するため、地下鉄サークル線には接続していない。駅は、ネットワークレールの管理する18の9、イギリス国鉄の駅のうちの一つであり、トラベルカードゾーン位内にある。地下鉄駅には、ジュビリー線とノーザン線のバンク支線が乗り入れている。駅は切符売り場、エントランスエリア。 トゥーリーストリートの出入り口、そしてボロハイストリートの出入り口から構成されている。ロンドンブリッジ駅の開業は1836年で、デッドフォード駅とともに、現代のロンドン大都市圏にある、最も古い鉄道駅である。通過式プラットフォームと、東端式プラットフォームを備えている。 2009年から2017年にかけて老朽化した、駅の施設を作り変える工事が行われた。まず、駅隣接地にザシャードという超高層ビルが2012年に完成した。この時に、コンコースとバスターミナルが新設された。次に、東端式プラットフォームの数を9から6に減らして、通過式プラットフォームを6から9に増やす工事が行われた。 バリアフリー化のため、リフトやエスカレーターの新設と、高架下の拡張が行われ、レンガ石アーチの一部は解体され、鉄筋コンクリート作りに置き換えられた。駅の入り口も2カ所新設された。工事中は、列車の運行を変更して、駅を通過させる措置が取られた。2018年、プリンス・ウィリアム林石の元新駅舎の完成を祝った。 北側の1番線から9番線は通過式プラットフォームであり1番線から3番線はサウスイースタンが運行するキャノンストリート駅発着の列車が4番線と5番線はテムズリンクが運行するテムズリンク系統の列車が6番線から9番線はサウスイースタンが運行するチャーリングクロス駅発着の列車がそれぞれ使用する 南側の10番線から15番線は、東端式であり、ロンドン南部や、サウスコーストへ向かうサザンの列車が発着する。平日オフピーク時の1時間あたりのダイヤは、以下の通り。ノーザン線、プラットフォームジュビリー線、プラットフォームロンドンブリッジの、地下鉄駅は、ノーザン線のボロ駅とバンク駅の間、ジュビリー線のサザーク駅とバーマンジー駅の間にある。駅は、 ロンドン地下鉄ネットワークで6番目に乗降客が多く、また名前にロンドンを持つ唯一の駅である。もともとノーザン線の列車はロンドンブリッジ駅を迂回してキングウィリアムストリート駅終着駅まで走っていた。しかしバンクの新駅建設で輸送力に余裕ができたことによりロンドンブリッジ駅からの新しいトンネルが建設され、接続されることになった。 駅の入り口はもともと、ロンドンブリッジストリートとステーションアプローチの角にある、スリーカッスルズハウスにあったが、その後、ボロハイストリートとトゥーリーストリートへ移転した。ノーザン線のプラットフォームは、1990年代にと、ジュビリー線の開業に備えて、プラットフォームと乗り換え通路を増やすために改築された。ノーザン線の駅は1900年2月25日に、 シティアンドサウス、ロンドン鉄道のボロ駅から、バンク駅及びムーアゲート駅への新ルートの一部として、開業した。ジュビリー線の駅は1999年10月7日に、ジュビリー線延伸の一部として開業した。ジュビリー線を建設するため、周囲の道路で、開作作業を順次移動させるために数ヶ月にわたる、大規模な工事が行われた。新しい切符売り場は、 ナショナルレールの駅下のアーチの中に作られ、乗り換えが改善された。改作中に、陶器やモザイクの再編を含む、様々なローマ帝国の遺物が発見された。現在それらは、駅で展示されている。両線にそれぞれ、二つのプラットフォームと、トゥーリーストリートとを結ぶ二機のエスカレーターがある。四つのプラットフォームはすべてボロハイストリートで入り口と、 直接つながっている。ロンドン橋駅名の元になったロンドン橋は、テムズ川に最初に架けられた橋であり、橋の南詰めは、古くから商業地として栄えていた。橋の北側は、シティオブロンドンである。近くには、ロンドンリバーサービシズのピアがある。東部のカナリー、ワーフ、グリニッジ、及び、西部のエンバンクメントへの遊覧船テムズクリッパーを運行している。 ありがとうございます。